朝鮮日報が非常に興味深い記事を出しておりました。ペンス前副大統領が自伝を出したんですけども、その中でね、平昌オリンピックの時に安倍さんとしっかり水面下で手を握って情報を共有して動いてたということが自伝によって発覚しました。これなかなか素晴らしいニュースなんですけども、さあこれまずご覧ください。ペンス前副大統領、文前大統領は五輪で私とキム・ヨジョン氏の対面を熱望、わざと遅刻して避けたと書いてあります。これね、皆さんもう覚えてないかもしれませんけども、これはね、ムンジェインさんというのがね、ムンジェイン前大統領がこのオリンピックを政治の舞台にしようと思って、アメリカとの融和ですよね、アメリカと北朝鮮を合わせて、そしてその間を私が取り持ったということをね、やろうということを画策していたのが皆さん覚えているかと思います。さあ、そしてペンさんが、ね、その内幕をねばらしたんですよ。これ、ね、素晴らしい内容なんですけども、はい、その自伝というのはこれです。 So help me God というね、 God というね、そういうことになります。マイクペンさんの自伝のこれが表紙になりますけども、はい、これを読んでみてください。上の四角ですよ。安倍元首相と私は意図して遅刻し参加しなかったと。これびっくりしましたね。さすがにこれ私も知りませんでしたとか、知るわけないんですけども、北朝鮮がね、これは当然アメリカに会いたいと、それで開会式でペンスさんがキム・ヨジョンさんを無視したというのは、これはもうみんな世界中が知っている周知の事実なんですけども、その開会式の前のレセプションって書いてあるんですよ。でレセプションでは宴会が始まる前にグループごとの写真撮影が書いてありますよね。予定されていたが、安倍さんと私は意図して遅刻し参加しなかったと。でなぜかというと、同じテーブルに座ってるもんですから、そこで写真をねカチャッとこう撮られてしまうと、まるで北朝鮮とアメリカと日本が融和したと。そうでしょ。でしかもそれを取り持ったのが韓国だってふうに映ってしまいます。それを写真で抑えられるとやばいということで、2人で遅刻したと。つまりこれは安倍さん、つまり日本とちゃんと下で打ち合わせをして、アメリカと日本が手を握って意思疎通を働かせたということになりますよね。もう完全にね、韓国のことを警戒して相手にしていないというのが、これでもうよくわかるかと思います。もうこれが証拠になりますよね。はい、そして一番下には、これは開会式の話なんですけども、すぐ後ろの列の右側に座っていたキム・ヨジョンを無視し、なんていうふうに書いてありますね。はい、このいやこれいいですよね。ペンス、安倍さん、こうやって握手をするシーンはよくあるんですけども、本当にこういう形で2人で口裏を合わせたというかね、これ作戦練ってたんですよね。はい、そしてこれ、キム・ヨジョンさんとムン・ジェインはこう仲良く、まあね、あとまあ決裂しますけども、仲良く話をしています。で、有名なのはこれでございます。はい、見てください。これは平昌オリンピックの開会式なんですけども、上にいますね、これキム・ヨジョンさんとムン・ジェインさんがこうやって握手をしていると、もうこの時ね、ムン・ジェインさんもニッコニコでしたよね。ところがです、次の1枚でございます。はい、よく見てください。私が邪魔でございます。さあ、こっちに行きましょう。はい、これを見てもらうと分かりますけども、はい、ここにね、キム・ヨジョンさんが左の上にいます。そして、ペンスさんが右下にいるでしょう。見てください。これ、完全に無視をして、今2人がこうやって両方にいますけども、全く目を合わせることもなく、しかもペンさん後ろを振り返ることもなかったというね、そういうこれはシーンでございます。もうこれが全ての証拠ですよね。はい、そしてね、面白いのはさらにこの次なんですよ。これ興味深い記事なんですよ。ペンスさんは公開の対面は拒否したが、カメラが片付けられた状況で北朝鮮側が何らかのメッセージを送ってくれば聞いてみるつもりはあったと。つまりね、写真を捉えちゃうのはまずいので安倍さんと一緒に遅刻したんだけども、カメラがどいてくれれば北朝鮮の話聞いてやってもいいぞと言ったわけなんですけども、残念ながら予定の2時間前に北朝鮮が平壌から指示が来たという理由で、会わないと伝えてきたために対面は実現しなかったと書いています。これなかなか興味深い記事ですよね。だからアメリカとしてはね、話だけ聞いてやってもいいぞという風だったわけなんですよね。はい、そしてその次、これちょっと余談なんですけど、覚えてますかね。これ開会式に出てきたんですけども、異様な人面鳥。人面鳥怖、間近で見たら子供は泣き叫ぶかけることを間違いなし、お化け屋敷の生首みたいで怖かったということで、韓国の神話では平和な時代にしか現れないと伝えられている不死鳥ということで、これでございますね。この人面鳥でございます。これがうわー怖いって話題になって
おりました、ね、こっち見ると確かに異様な感じがします。まあでもね、これに関してはね、文句を言っては気の毒ですよ。だって日本の能だって考えてみてください。あれね、外国から見たら能面ってめちゃくちゃ恐ろしいと思いますよ。あんな怖いもんないですもんね。だからこれはまあ、これは韓国の文化ですから、これはしっかり尊重してあげましょう。はい、今回はね、ペンスさんのそのような自伝が出たということです。私も原本を買ってしっかり読み込んでみようと思ってますけども、まだまだ面白い内容がたくさん出てくると思います。